はい、というわけで今回はこちら師走の祝福というやつですね。本国さんではこれはあれですか、旧正月の関係もあるのか、師走のイベントがやってますね。こんな感じにデイリーで報酬がもらえるイベントなんですけど、これですね、時間ごとに解放されていく形式の受け取りのイベントですね。これも面白いですね。しかもこれ回収していくとこんな感じに1万円になるんですね。今日の分回収しちゃいましょう。サインを忘れてもこんな感じに30個ですね、消費することによって解除できます。ではですね、お、スキーやってるところですね。てな感じになってます。こういう感じになってるんですね。こういうちょっとした一風変わったイベントって面白いですよね。これは定番化するかな。僕の方はマリューちゃんとイカロイちゃんですね、長州派が解放できるようになってんで解放しちゃいましょう。こちらですね、こういう感じで結構集まりましたね。解放していきましょう。こちらも自然にやっていくうちに溜まっていきますね。いきましょう。お、またなんかかっこいい感じになってますね。スキルシュートか、絶対防御、防御系なんですねこれはね。これが発動するみたいです。ビジュアルはこんな感じになってます。かっこいいですね。額なのでイカロビーちゃんですね、少し足りないんで追加しちゃいましょう。補給ショップですね。こちらショップでも交換できるので、こちらで買ってしまうのもありですね。よいしょ、では行きます。お、これは怒りの疾風ってやつですね。おー、なんかバトルモーションになってますね。こちらの長周波システムはまだまだ進化するものがいっぱいあるので、これは今後にも期待しましょう。